いきこさん、おはようございます。作家塾の久保です。今日はですね、いきこさんがアブラムシの退治の仕方を教えてくださいました。アブラムシっていうのはね、冷蔵庫の裏とかキッチンの隅っことかにたまに出てくる黒い、こういう風なね、カサカサカサっというやつなんですけども、Gという風に呼ばれてましてね。今回はこう洗剤をかけるとね、油と洗剤っていうことでコロッといくという風なね、とっても合理的な説明とともに、いきこさんのね、知識とかご経験がものすごく私たちにヒントを与えてくれるわけなんですけども、そう考えると普段からあれですかね、僕なんてこのちょっと洗剤をね、若干残したような形で掃除をしとけば、そういうところにはアブラムシは寄りにくいってことなのかなと思ったんで、ちょっとね、早速今日からね、床掃除を私水でやってたんですけども、ちょっとだけ洗剤を含ましてみようかなと思います。とってもね、いい動画をありがとうございました。またこれからも送ってください。では失礼します。